どうもコブルです。今回はトリックスターのレベル9以降に解除されるスキルとモジュールについて紹介いたしますトリックスターのスキルレベル9から解除されるサイクロンスライスについてはトリックスターは自分の周囲に状態以上の刃の旋風を巻き起こし周囲の狭い範囲のターゲットに割り込みダメージを与えます モジュールのデュアレーションについてはスキルの持続時間が5秒になりますモジュールのヒーリングスライスはスキルで倒した敵のヘルスを受け取りますモジュールのスピードアップについてはスキルが有効な間25%の移動速度がアップということで直訳するとですね移動しか書いてなくてまあスピードアップということで多分移動速度がアップするんじゃないかなと思いますモジュールのシールドエヴォーカー 敵を倒すす。と5%のシールドが付与されますレベル13になるとスキルバロータイムが解除されますこちらについてはトリックスターは自分の足元に位置をマークし28秒間シールドを獲得します配置を変えると元の位置に戻りますレベル17になるとベナトーズナイフが解除されますこちらについてはトリックスターは 敵にテンポラルナイフを投げつけ、最大5体の敵の間で跳ね返りますヒットした敵はマークされトリックスターの次のヒット時に2倍のダメージを受けスロー状態になりますレベル22になるとタイムリフトというスキルが解除されますこちらについてはトリックスターは3.5秒間敵を空中に一時停止させ弱点を付与する衝撃波を放ちます 今回は4クラス中パイロマンサーそしてトリックスターということで他のクラス、まあ、2種類についても紹介していこうと思います今回はトリックスターのレベル9以降に解除されるスキルの紹介とモジュールの紹介でしたこういった情報も発信していこうと思いますんでよかったらチャンネル登録をしていただけると助かりますそれではまた